こんにちは。赤ちゃん本舗ラジオ子育てライフの時間です。この動画では赤ちゃん本舗ホームページに掲載されている先輩ママのアンケート内容をもとに、皆様の子育てライフをテーマごとにご紹介していきます。第2回目のテーマは初めてのお正月です。赤ちゃんにとって初めてのお正月は初正月と言われており、ご家庭によって過ごし方がいろいろあるようです。それでは初めてのお正月について先輩ママ959人に聞いた4つのアンケートを見ていきましょう。赤ちゃんと初正月をどこで過ごしましたかという質問では、半数の方が自宅と回答しました。家族でゆっくりと新しい年をお祝いされた方が多いようですね。続いてママの実家、パパの実家という結果に。普段なかなか会えない親族と集まって賑やかに過ごすのも素敵なお正月になりそうですね。次に、赤ちゃんと初正月にどんなことをしましたかという質問では、赤ちゃんにお年玉をあげた、もらったが 59% と最も多く、初詣に行った、初正月のお祝いをしたが続きました。初正月のお祝いは、男の子なら浜弓や浜や、女の子なら羽子板を飾って赤ちゃんの無病息災を願うと言われています。ご家庭それぞれのスタイルでお祝いしてあげてくださいね。さらに年賀状についても伺いました。赤ちゃんの写真付き年賀状を作りましたか、また作った方はどのように撮影しましたかという質問では、作った方は 70% という結果になりました。年賀状は赤ちゃんを親戚や友人などにお披露目する絶好の機会。スタジオや出張撮影などプロのカメラマンに撮ってもらった方もいらっしゃいました。自分たちで撮影したという方への、どのように撮影しましたかという質問では、 70% 以上の方が旅行や日常で撮りためた写真を使ったと回答されました。着ぐるみやドレスなどの衣装、年齢アートなど年賀状用の写真を改めて撮った方は約 25% でした。赤ちゃんだけの写真も良いですが、ママやパパも一緒に写っている家族写真を選ぶのもおすすめ。普段会えない人にみんな元気にしているよということを伝えるいいチャンスになりますね。今回は初めてのお正月についてお届けしました。今後もみんなの子育てライフと題して、幸せな子育てライフを過ごすヒントをご紹介していく予定です。赤ちゃん本舗は皆様の幸せな出産と子育てを応援します。最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。